嗨，大家好，我是 Amber。那这集有点特别，我不打算露脸，是因为我希望你们能够用耳朵来欣赏这一集的节目。我有一个特别的节目的企划，就是呢，我想要请你们用耳朵来欣赏日文的美，然后也希望你们可以跟着我一起朗读日文的小说。这一系列的节目呢，我打算阅读一些日文的原文的文章，那你可以跟我一起朗读，因为版权关系我只会念一点点。那 有兴趣的呢，可以到网站上呢一起跟我阅读。那当然我也会把原著的作品介绍购买连结放在下方，那听完这一集的朋友呢，有兴趣的都可以去点击下方连结去了解这本书。那第一集呢，我选了最近我在看的书，那它就是久石让写的《感動作れますか》，这个你能创造感动吗？那这本书也有被翻成中文，那我等一下会把相关资讯放在留言板下方，有兴趣的可以去看一下。那我会挑一个章节呢，来让你感受一下它里面在说什么。那接下来呢，就请你戴上耳机，然后静静的聆听我的阅读，或者是你可以跟着我一起阅读，那让我来陪你一起练习日文吧。ものづくりを仕事にするとは、作曲家として最もプライオリティを置いていることは何ですか？と問われたら、僕は迷わず、とにかく曲を書き続けることと答える。今、僕のやっている音楽はエンターテインメントの世界だ。ジャンルで言えばポップスに属する。では売れればいいのか、目的はヒットする曲を書くことか、それもまるっきりないとは言わない。が、売れることだけに価値を置いていたのでは、志としていささか悲しい。僕の根本的な考えは、より完成度の高い非音楽を書くことだ。結果、人に喜んでもらえれば、この上なく嬉しい。もし僕が、純粋に自分の書きたいものを書くことを目標に掲げるなら、職業として作曲をしないで、学校の音楽の先生をしながら、1年、2年かけてシンフォニーを1曲書き上げるといった暮らしをするだろう。自分の作りたいものだけを作るには、職業にしない方がいい。物を作ることを職業としていくには、1つや2ついいものができるだけではダメだ。生涯に1作であれば、誰でもいい曲が作れる。小説だって書けるし、映画だって撮れる。必要最低限のスキルを身につけて本気で取り組めば、どんな人でも立派な作品を生み出すことができる。だが、仕事は点ではなく線だ。集中して物事を考え、創作する作業を次へまた次へとコンスタントに続けられるかどうか、それができるから作曲家です、小説家です、映画監督ですと名乗って生きていける。優れたプロとは継続して自分の表現をしていける人のことである。さらに言えばプロとして一流か二流かの差も力量を維持継続していけるか否かにかかっている。例えば二流と言われるオーケストラがあるとしよう。そこに非常に手腕ある指揮者がやってきて、全員の気持ちを掌握して猛練習を積んだら、トップクラスのオーケストラにも勝てる。集団が結束して力を一点に向けると、予期せぬ大きな力が出る。大絶賛を浴びる素晴らしい演奏ができた。だからといって彼らが二流を脱却して一流になれたわけではない。問題は、一年を通じていつでもそれだけの力が出せるかだ。指揮者が他の人に変わったらできない。常に同じだけの集中力を保つことができない。となると、やはり二流止まりである。レストランでも、寿司屋でも、ラーメン屋でも、常に安定したいい味が提供できる店は本物だ。ある時は非常に美味しかったが、次に行ったらそうでもなかったという店はやがて消えていく。一流とはハイレベルの力を毎回発揮できることだ。那这个就是我今天想要念给你们的
作曲家久石让他写的《感動を作れますか》的一小章。那希望你听完这个章节呢，能够让你对这本书感兴趣。那我会突然想要做这个企划，是因为我发现呢，其实朗读对于练习日文的口说是非常有帮助的。同时呢，它也可以让你更清楚知道说，哎，那这个地方你要怎么念，因为你会去查那个单字嘛。那同时你也会知道说，哦，日文有这样子的说法。那我觉得是一个非常快乐的体验，所以我很希望你们可以喜欢上朗读日文的原文作品。那我也很久没有在练习日文朗读，所以有点紧张。那希望我可以陪着大家一起练习日文的口说。那如果你喜欢这个节目的话呢，也欢迎帮我按赞，或者是你想跟我一起练习的话呢，你可以把你念的声音呢 po 在 Instagram， 并且 tag 我，就让我们一起去享受朗读日文的乐趣吧。我们下一集见咯，拜拜。